Big Time Tune. Big Time Tune. Big Time Tune. こんにちは。時刻は2時になりました。Big Time Tune。12月2日第1週目の日曜日のお相手はマーブル千春と古見真也がお送りします。日曜の午後はビッグタイムチューン、千春と真也で癒し合いしちゃいましょう。番組へのメッセージはメールで info@bigtime-fun.com info@bigtime-fun.com 番組名マーブル千春と古見真也の癒し愛と付け加えてくださいね。また公式ホームページビッグタイムシリーズもチェックしてみてください。この番組はネクストジェネレーション、高まる鼓動を今音楽で伝えたい、ビッグタイムシリーズでお送りします。You enjoy listening to Big Time Tune. Big Time Tune. On 78.9 KFM. Big Time Tune.マーブル千春と古見真也の癒し愛。はい、改めましてマーブル千春と古見真也です。そしてそして今日はマーメイドブルーバーのオグです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、この声聞いたことない、ない、ない、いや、どこで聞いたんですか。もうまるっきり聞いてないです。ちょっとパキパキした、ね、まあ後半にきっと分かってくるでしょう、ね、分かってくると思います。今日はおなじみのこの3人で、はい、今年最後の放送を、ねね、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、はい、もう12月最後ですね。もう12月ですか。早い、ね、早いですね。師走ですよ。走ってますか。よく知ってる。走ってます。走らないとね、12月はね。走ってます、ね、肝臓の方もちょっと気になるんですけどね。飲まないくせに。飲まないけど。2人とも飲まないんですね。2人とも飲まないですよ。千春さん飲まないんですか。そう、飲むように見えて飲まない、吸わないです。あ、そう、私も飲まない、吸わないんです。あ、俺は飲む、吸うで。ベーシストは ね飲んでもね、喉に影響ないですからね。余計グループ出ちゃったりなんかしてね。さあ、というわけでですね、まあ、楽しく、はい、たっぷり1時間、はい、お届けしたいと思うんですが、まず1曲目、はい、真也さんの方のリクエスト、はい、私の曲からですね、2.5 枚目のアルバムから風に乗るという曲をお届けしたいと思います。仲間が集まって力合わせて
風に乗る聞いていただきました。爽やか爽やかですね。爽やかですか ね、 ね、爽やかかもしれない。このフェルメール出てきましたね、はいはい、私見に行きました。あ、本当ですか。皆さんご存知でよかった。フェルメールはね、あの音楽のね、はいはい、楽器の絵がたくさん出てくるので。そうですね、そうなんですよね、うん、また色使いもすごくね可愛いんですよね、はいはい。あのフェルメールはあのフェルメールの青って言われてて、うん、ダンスガズリの顔料で、はいはい、青が有名なんですけど、うん、あのそうなんですか、ね、喉のチャクラの色も青ですもんね。そんなこと言っちゃってね。あのこの曲はですね、はい、あのある、昔ですね、ある青年の方がいて、その人は絵の収集家だったんですけど、はいはい、ある日その、まあ、偽物だよって言って売られていた絵に出会うんですね、でもその絵を見た瞬間にこの絵は本物だと思って、うん、でその子からこの物語が始まっていくんですけど、本当の話なんですけど、いろんな人に見てもらうもこれは偽物だよって言われ続けて言われ続けて、国立美術館に持って行っても言われて、はい、でも時が経って科学が発達した時にエクステン写真とか、はい、いろんなものが出てきた時にそれが本物だってことが分かったんですね。すごいですね。でも本当にあらゆる人にこれは偽物だって言われ続けて、でも自分の感覚を信じて、はい、進んでいったらあの本当に本物だったんですね。でこの絵はなんと3分間で33億円になったっていう。おね、持って行った時と持って帰る時じゃ全然こう嘘が切れないな。あの、まあ、お金のことじゃないんですけど、あの私もね結構あのその才能とかね年齢とか容姿とか、はい、いろんなことでこう人に言われることがあって、うん、自分の夢を諦めなきゃいけないのかとか、うん、こう心が揺らぐことがあったりとかしたんですけど、はい、でもきっと自分を信じてれば、はい、きっといつかあの風に乗って、うん、あの押されていけるんじゃないかなっていう、はい、なんかそういうイメージで作った。だから諦めなくていいんじゃないかっていう。そうですね、まあ、そういう歌ですね。自分の心の声をね、はい、信じていけば、はい、そうですね。それ今歌詞そのまんま言ったでしょ。でもなかなか自分の心の声って信じるのって難しいですよね。難しいですね。人に言われ続けてね、やっぱり、自分自身ね、やっぱり自分を信じてって言うの簡単なんだけど、やっぱりここで、はいねね、こうやって歌が流れると、言葉が流れると、はい、なんかこう強いこう勇気に変わるというかね。そうですね。あのそうなっていただけたらいいなと思って願いを込めて作りました。はい、はい、ということで聞いていただきました、はい、古宮さんでした。それでは千春さんの曲を、マーメイドブルーバードの曲を、はい、お送りします、はい、ベースオグも弾いております、はい、カイブリンニャの恋。お届けしておりますのがマーメイドブルーバードのカイピリーニャの恋です。カイピリーニャの恋
なんかセクシーで熱い恋の歌ですね。セクシーで千春さんにもうとってもお似合いな曲です。なんか悪意を感じる。全然悪意じゃないです。なんかこういうの私が歌ったら全然様にならないんだろうなと思って。いや、かっこよくなると思いますよ、またいやいやさらに。カイピリニャーとか言ってやや。さあ、これはですね、初めてマーメイドブルーバードに入って一発目のレコーディングじゃないですか、小倉くん。そうですね。そうですよね。はい、はい、なんか思い出ありますか。思い出ですか。はい、そうですね。シルビー笑ってますけど、あんまり自分の中で固まってないうちに弾いた気がしますね。レコーディングって大体においてそうじゃないですか。そうなんですよね。なんかライブを何回かやった後にレコーディングしたいなって言って。そうね、はい、ね、なんですかね、本当にね。特に、まあ、このカイピリーニャはライブバージョンがちょっと発達してるんですよね。そうですね。だからなんか山下達郎さんがですね、はい、山達さんの失礼ですね、はい、山下達郎さんが、うん、もうこの最近のアルバム作成は基本的にライブを考えた上で作ってる。あ、でなんか昔はどちらかというとライブバージョンと CD は違うみたいな考え方だったじゃないですか、はいはい、それがもうどちらかというともうライブを考えた上での作なんか制作をされてるっていうのをちょっと聞いて、うん、はいはい、あ、そういうね、考え方すごくこれからちょっと時代が変わってきて、うん、CD が売れない時代ではありますが、うん、なんかこうライブ、うん、ね、見に来てもらって、そうですね、楽しんでもらってっていうことをね、うん、この前テリー伊藤さんもこれからはライブが主体になるって言ってましたよ、はい、わこれからの音楽業界は、ね、間違いないですよ、うん、いや、もう間違いないです、はい、私たちの活動は間違いないですね。本当ですね、地道な活動ですけどね、はい、本当にそう思います。なのでもうまたね、頑張ってね、はい、まあ、レコーディング中ではありますけど、はい、そうですね、いつ終わるんですか。ね、またのんびりやってまして。いいんじゃないですか。いいですか。のんびりがいいですよ。もうこの曲をまたリテイクするんですか。いや、これはですね、まあ、ライブバージョンの時にね、またそうですね、改めてまた違いますからね、うん、このバージョンとは。いや、聞いてみたいです ね、 ね、はい、まあ、ちょっと私も頑張って痩せてね、へそぐらい出せるようになって、すごいセクシーだから痩せない方がいいと思う。まあね、多分メンバー若いですからね。そうですかね。そうですね。と思ってますが、はい、まあ、あのオグはカイピリーニャ飲んだことあるんですか。はい、飲んだことはありません。でも本場のは飲んだことないですけどね。日本でね、はい、日本でちょっと日本流になってる、はい、日本流になって、うん、ラム酒を使って、はい、そうですよね、はい、ブラジルのお酒なんですよね。ブラジルのお酒なんですよ、うん、サトウキビのお酒なんですよね。リサーチしてますが、さっき話してたんじゃないかな。そうそう。そんな思いを込めた、はい、ぜひ美味しいので飲んでみてください。飲んでみてください。ちょっと強いお酒ですが、カイピリーニャの声聞いていただきました。さあ、それでは懐かしの名曲をお送りしたいと思います。懐かしの名曲、生演奏でどうぞ。どうぞ。懐かしの名曲、生演奏で。さあ、クリスマスの季節になってまいりました。いい季節です ね、 本当ね、大好きですね。大好きです。なんだか人恋しくなるような、そうなんだか心が温かくなるような。本当です ね、 ね、なんか全てがファンタスティックになってく。ファンタスティック。そう、最近もう外歩いてても、うんうん、ネオンがクリスマスバージョンになってるお家が結構あって。そうなんですよね。そうなんですよね。いいですよね、うん、和みますね。和みます。さあ、忙しい季節ではございますが、はい、ね、ライブもいっぱいあるかと思いますが、チャールさんもね。ね、お前さんも忙しいですもんね。この時期忙しいですね。ですよね。うん、まあね、本当書き入れ時ではあるんですけども、はい、クリスマスソングは結構古いのが多いですね。実は古い曲が。そうですね。ね、ジングルベール、ジングルベール、ね。そう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 。走れソリよーと、ね。おお、すごい、出てくる出てくる。そうですよね。はい、そして、まあ、近年も、はい、結構たくさんのクリスマスソングがいっぱいあるじゃないですか。うん、ありますね。ね、まあ、その時代その時代キュンキュンしながら聴いてたっていうね。はい、まあ、そんな曲をごちゃ混ぜにしてギュッと、はい、ギュッと濃縮濃縮、はい、して、
生演奏のコーナー、はい、お送りしたいと思います。楽しみ。イエーイ。ギター忍び、ふう、ベースオグ。見せたい振りし
かなり緊張しました。慣れないんだからでもすっごい楽しかったですね。ね、本当ですね。ぜひぜひ来年も皆さんからのリクエストお待ちしています。よろしくお願いします。ビッグタイムシリーズ、ビッグタイムシリーズ、パワー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 プレイ、パワープレイ、パワープレイ。ビッグタイムシリーズをお聞きの皆さん、マーリージャックポットボーカルのメイです。2012年5月にリリースいたしましたシングルマジカルモッシュに収録されていますポップビート。ポップビートはとてもノリのいい曲ですが、実は歌詞には深い意味が隠されています。それではお聴きください。マーリージャックポットでポップビート。こんにちは。こんにちは。こんにちは。というわけでですね、このコーナーではいろいろなジャンルの癒しのプロフェッショナルをお呼びしてお届けする素敵なコーナーでございます。はい忘れてしまう。私が言うなったとこすっかり忘れてた。いや、いいです、こういう時もいいじゃないですかゲストの方に集中してしまって情報にさあ、それでは改めまして今日のゲストをご紹介しましょう。はい、ロサンゼルスの音楽留学学校のディレクター、そしてロスでも活躍中のベーシスト、のり先生ことのりいじさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。お招きいただきありがとうございますようこそようこそ。はい、どうですか、久々の日本。いや、この何年か生き生きするようになって、はいはい、ロサンゼルスですごい気候の中とこっちの日本のわびさびの季節の変わり目を感じており、すごい、満喫してます。わあ、チャールさん、とうとう、うん、この番組にもワールドワイドな方がいらしてだんだん盛り上がってきてますね。本当ですね、来ちゃいましたね。来ちゃいましたねすごい方ですよね。まあ、出会いがね、うん、まあ、なんとも、もう3年目ぐらいでしょうか、私は出会わせていただいて。そうですね、2年ちょっとぐらいですかね。はい、はい、もうこれはね、もうロサンゼルスでどういうことをされているのか、はい、ちょっと
ぜひお話を聞かせていただけたらと思うんですが、音楽留学学校の校長先生ですからね、うん、わおわおわお多分ねご苦労もすごいあったと思うんですけど、うん、そもそもなぜ日本を出てアメリカに行こうとしたのでしょうか、はい、そもそももう単純ですね、はい、勘違いですねロスに行って、プロのベーシストになってやると、うん、2年間でなってやるとすごい2年間、はい、ほとんど大学はきちんと勉強せずにバイトに明け暮れる毎日で、っていうとこから始まって大学卒業してすぐ行きました。うわ、はい、ちなみにその時英語はもう結構喋れたんですか？全く分かりませんでしたよね。本当ですか、はい、でいきなりホームステイして、うんうんうん、最初の日に、ホームステイの方と会っていろいろ説明を受けたんですね。家の使い方とか、はい、全く分からないでイエスイエス繰り返しでしたね。だってあよくアメリカに行ったらまずイエスと言うなって、はい、私は聞いたことがありますよ。もうね、結局なんかこっちは受け入れてほしいと思うんですね。その時に出る言葉がないのでイエスイエスしかないです。でもその全く英語が喋れなかった方が、うん、このもう十何年かで、うん、ね、校長先生にまでなられてっていうところが夢があるお話ですよね。そうですね。その辺も、うん、ぜひ、はい、のり先生の ね、こう人間、はい、パーソナルをね、ちょっと掘り起こしていきたい。掘り掘りしたい。怖い怖い今日は癒されに来ました。あれよろしくお願いします。私たちはのり先生に癒してもらいたい。それはちょっと頑張ります。頑張ります。まあ、というわけでですね、はい、まあ、アメリカに行かれてもう何年目という形になるんでしょうか。そうですね、もう16年目ですね。素晴らしい、すごい。もう人生の中で結構使ってますよね、その時間。そうですね、ね、もう本当に何の、ね、きっかけ、まあ、きっかけは自分で作ったんですけど、なんかこう縁があって向こうにずっといてっていうことですよね。でもご苦労もすごくあったんではないんですか。今思い返してみたらそういう時期もあったのかなとは思うんですけどね、はい、あんまり向こうで本当にハッピーな日々だったので、こう苦労してる苦労してる辛い辛いっていうことはまあほとんどなかったですね。それは音楽に対してですか、それともそのライフというか生活でですか。音楽がすごく馬があった感じ。自分のやりたいことを自分のやりたい環境でできてるその幸せ感に毎日包まれてたので、そういう意味では全く苦労なかったです。ただ生活は完全に外国人なので、カルチャーショックとか、その人種の違いとか、生活のその不便さとか、そういうもので衝突することはいっぱいありましたね。確か先ほどお話聞いてたら10年は帰ってこなかったって言ってたんですけど、生活費はどうされてたんですか、その間の。気になりますね。向こうに行って最初のうちはもうアルバイトしてた費用と、うん、それからまあうちの家族の協力とかあって、はいはい、っていうことだったんですけど、うん、はい、まあ、数年後に私が当時、音楽学校に行って勉強していたその学校に、はい、現地のマネージャーとして勤めることになって、はい、そこで、まあ、5年間ぐらい勤務してっていうところですね。その時はそのビザとかは向こうで手続きをされたんですか。はい、そうです、はい、全て向こうでしましたね。すごいですね。どんどんこう本当に月だけでこう突っ込んでいって、どんどんこうね、本当ライフワークというか、なんか仕事につながっていくっていう、ね、本当ですね。最初はきっともうベース小僧だったわけですよね。そうです、もうそれしか考えてませんでしたからね。その1ベース小僧が、はい、こうアメリカでロサンゼルスで夢を築いていくっていうそのストーリーがですね、私はすごくこう感動したんですけども、きっと今そういう風に留学考えてる方とかの道しるべにね、うん、今のお話なんてなるんじゃないかなと思うんですけど、あ、そうなったらいいと思いますそうですよね、はい、どんどんお話聞きたいですね、はい、すごい有名な方と共演されていて、はい、私ジョーサンプル大好きなんですよ、実は。わー、なので
もう何回見に行ったかな、コンサート。あ、そうですか。結構共演されてるっていうか、ね、そうですね、あのちゃんとした共演というよりは、はい、同じステージに、立って、まあ、いろんな授賞式みたいなところで弾かせてもらった時に、うん、いろんなその私の憧れのベーシストでブライアン・ブロンバーグとかですね、はい、いろんな方がいらっしゃって、まあ、そこであの弾くことになったんですけど、あの2曲ぐらいですけど、うん、はい、すごいですよね。ねー、あのちょっと、はいはい、この番組が始まる前にアンケートをいた、ね、書いていただいて、うん、その音楽は表現する人が見てもらう場所じゃなく分かち合うものだと体感した瞬間だったっていうお話をいただいて、あ、なんかね、私たちも同じ、ね、本当に表現者でもあるので、すごくこう、うん、ありがたいお言葉ですよね。そうですね、うん、もうこのアンケートを見るとですね、本当にあの感動する言葉がいっぱい、そうそう、出てるんですよね。実際に、まあね、今ディレクターとして活躍をされていますが、はいはい、まあ、この仕事を通じてどんなことをね、これからまあ留学する人はもちろんですが、はい、まあ、留学なんて人の話だと思ってたっていう人が、ね、本当にそういうふうに、あの音楽向こうでアメリカ本場でできるのなんて私なんかできないんじゃないかって思ってる人本当にたくさんいるんですけど、全くそんなことないですね。あ、もう本当に少しの勇気があればあのできます。あのそれはね、一日でも体験してほしいですね、はい、あのノリ先生が言うように、実は私同じことを抱いてた人間で、というか私の場合ちょっとひねくれた考えで、アメリカに行かなくても日本でも音楽はできるよと思ったんですけど、たまたまその時ユニットを組んでいて、一緒にやってる子がアメリカにちょっと留学するとか体験入学に行くので、同じ経験をしなきゃダメだよってことで一緒に行ったんですよね、1週間、そしたらもうこう雷に打たれたような感じになっちゃってすぐさま私入学してしまったんですよね。そうそう、だから本当その時一歩の勇気というかよく分からなかったんですけど、全くそんな留学を考えてなくて、向こうに行ったらのり先生と一緒で、なんだこれはっていう、私が求めてたものだよって思ってすぐさま行ってしまったんですけど、ね、もう話聞くだけで本当に行きたくなってしまいますよね。本当本当。行、ね、ってみないとわからないっていうのが本当になんかもどかしいんですけどね。もどかしいですよね。あのロスに降り立った瞬間のその道路の広さとか、ね、空気、乾燥した空気とか、ね、そうですね、あの日差しの強いところとか、その陽気な人がみんな鼻歌で知らない人同士が喋ってるだとか、そういうのはやっぱ日本では絶対体験できないものですね。だから歌以前の、音楽以前のことなのかなと。で、旅行でもないし、とにかく一日でも見てほしいですね、はい。あのなんかよくその私もアメリカに行った時に、そのいい歌を歌うためにはどうしたらいいかっていうと、その日々の生活を良くすることって言われたんですよ。それが多分今のり先生の言われてたことで、多分日々の生活がこう楽しさにあふれていると、それがそのままこう音楽にあふれ出ていくのかなみたいな。そうですね、そうですよね。まあ、そういっぱいいっぱいお話を伺いたいところなんですが、まあのり先生、まあ、日本に帰ってきて、はい、お仕事が待ってますね、いろいろ。そうですね、はい、なんかご案内していただけることって何かありますか？そうですね、今あのこういうふうに帰あの日本と行き来するようになったのは、あのロサンゼルスの音楽学校、私の学校 MPA、 ミュージックパフォーマンスアカデミー MPA っていうんですけども、はい、その、留学をしたい人たちに向けて、あの留学のカウンセリングを行ってます。はい、はい、まあ、私あの、内閣公認の留学協会の留学アドバイザーでもあるので、すごい、もう出発前からあの安心して行っていただこうということで、はい、あの何人もの方にカウンセリングをして、あの飛行機チケットの買い方から準備するものですねそういうことをいろいろとカウンセリングしてます。はい、素敵ですね。素敵ですね。なんかあのもうお話聞き足りないので、はい、ブログに、あ、はい、そうでした、いらっしゃいブログの方にもバッチリいろんなお話載せちゃいましょうね。そうですね、その方がいいですね、はい、そしてなんとのり先生からプレゼントがある、はい、そうでした、はい、じゃじゃプレゼントがあるんですよ。このラジオを聞いたと言っちゃえば言いましたら、伝えましたら、はい、なんと MPA の方で留学と
そうですね、本当にいつも、ライブとか拝見させていただいてすごく感じ取れるものがいっぱいたくさんあるんです、お二人からは。ありがとうございます。いつもライブ楽しませてもらってるんですけどもで今回こうやって、お会いすることがまたできたので、ちはるとまやのやじっこしましょうを聞いていただいた方に、はい、特別に、はい、東高 の、 短期留学1週間から3ヶ月まであるんですけども、はいはい、それを年内にお申し込みいただいた方には、はい、入学金設備費っていうものがありまして、はいはい、それを 50% 免除させてもらいたいなと思います。ちょっと大きいですよ ね。年内ですよ皆さん、はい、入学設備費 50% オフにしていただけるという素敵なプレゼントをいただきました。そう、インターネットで検索するときはですね、はい、アルファベットの MPA 音楽留学で検索するとかっこいいホームページが出てきます、はい、もう外人さんの素敵な写真が出てきますよね。はい、そうですね、はい、なので検索するときは MPA 音楽留学で検索してください、はい、そして電話もありますね、はいはい、050-5532-5756。もう一回言いますね、 050-5532-5756。 こちらにお問い合わせいただければ、はい、きっといろんな、ね、やってみたいけど行ってみたいけどっていう悩みからそして旅立つまでの準備、はい、いろんなことをきっと答えてくれると思いますので、はい、もちろんお間違いのないようにね、かけ間違いのないようにぜひお問い合わせしてみてください。はい、ね、今日は本当、まあね、もしよかったら生演奏の方でも弾いてほしかったですよね。そうなんですよ ね。だから本場の方の ね次回キラン、そうですね、キラン次回必ずベースを持って演奏して来てください、ぜひ、はい、さあというわけで、もっともっとお話聞きたいんですが、もう終わっちゃうんですか。そうなんですよ。それはダメですもっとお話しましょう。忍びが渡ってですよ、ね、まだ癒されてません。癒されてない。そうなんですよ。引き続きのトークはですねブログの方でじっくりアップしますので、はい、ぜひアクセスしてみてください、はい、はい、というわけで本日のゲストはロサンゼルスの音楽留学学校 MPA のディレクターでもあります、のりいじさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来ます。来てください。 Thank you。 Thank you。7.9 KFM Big Time Tune。 この後はグッドテン、猫たちが繰り広げるベスト10のパロディーコーナーです。今年最後ゆっくり聞いてください。さいポーン。朝も昼もやれまー。昨日も食べたじゃないですか。ポインセチアを飾るとクリスマスに好きな人とデートできるっておまじない。うちのママは若い頃叶わなかったって寂しそうだったけど、だいたいクリスマス当日に飾ってもそりゃ気の利いた小人やエンジェルも急すぎるって言うわよね。皆さんご準備はお早めに。メリークリスマスチキン猫屋のぎたまこと LC 志向の僕ですが、やはり食べてしまいますね。魚より鳥派のそんなグルメ指導です。最近太りすぎちゃってちょっとダイエットしているそんなふるみめあやです。
メリチキ。あれ、メアちゃんどうしたの今日？出番早いわね。あの、いつも聞いていてやってみたかったの。そんな風に耳あやです。キャワイイ、にぎやかでいいですね。そうそう、なんと猫柳たまこの顔を折り紙で作ってくれたお客様がいるんです。ありがとうございます。いやっしゃい制作レポ用ブログにアップしてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。キャー、猫柳さんかわいい、メアヤも欲しいな。ねえ、ありがたいですね。どしどし折り紙、似顔絵、モノマネ、何でもお待ちしています。はい、さあ今年最後の月のランキング、シロさんお願い。では行きましょう。行きましょう。さんと頭だけ煮干し、またたびーずの皆さんでロックオンです。どうぞ。そうなんです、ツアー中のまたたびーず、ちょうど飛行機で移動中ということでお手紙をいただいてます。お読みしますね。猫柳さん、四郎さん、こんにちは。そしてファンの皆さん、ごめんなさい。メンバーのノブリンがこたつから出れなくて、飛行機の搭乗が遅れてしまい中継に間に合いませんでした。またスタジオで歌える日を楽しみにしています。メリークリスマス。メリーチキ。リーダーグーノ。まあ頑張ってるわね。またスタジオでお待ちしてます。お手紙ありがとうございました。今年本当にリクエストが多かったまたたびーずの皆さん、最近のミーティングはめっきりこたつの中が多くて、そのうち寝てしまうのが悩みとのこと。それではまたたびーずさんでロックオンです。どうぞ。雨は何動いてる、気になる、ロックオン歌ってみたい。いやいや、みややちゃん、もっとポーこうですよ。もっとこうポー。あー、それもかわいいな。これなんかもどうですか。ポー。もうそれではもう今週の第2位いっちゃいましょうね。行こう行こう行こう。だいたい500煮干しぐらい、古見みややさんでチャコの缶詰物語です。どうぞ。はいはいはい、どうぞどうぞどうぞ。改めまして、こんにちは。いつも元気なみややさん、今年は初挑戦が多い年でしたね。ねえ、みややちゃんのスタンハンセン、ウィー、ちょっと狐になってましたが、そこがいいですね。はい、吸収が早いのがね、みやちゃんのいいところなんですよね。今年もどうもお世話になっちゃったわね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来年もよろしく。ではご準備どうぞ。はい。
ってくれた。あなたを私はずっと忘れはしない。カラスに襲われてた時、そっと抱き上げられた。手のぬくもり、私の胸を熱く染める。ぎゅっとぎゅっとしがみついた。どうもありがとうございました。また来年、メリチキ。それでは残すところ今回の1位は、千六煮干しとカリカリ2つ、ニャーブルの皆さんでトラさんになるためにです。どうぞどうぞ。はい、いつもどうもね。FM 葛飾ということもあって、この曲は柴又寅さんに憧れてる猫の歌ですもんね。いいんだよ、今年もお世話になったね、四郎さんもね、小柳さんもね。こちらこそ、うん、来年もまた新曲楽しみにしてますよ。ぜひ頑張るべね、みんなでね。プロレス見ながらまたいい曲できるに頑張るや。この道を行けばどうなるものか、あやぼぼの中で。もういい、それではご準備どうぞ。ありがとう。ネイルをしてご機嫌だったサックスのともこさん、トランペットのヒロさんと言い争いになり、ストレス解消に爪研ぎをしたらネイルがなくなってしまったそうです。ニャーブルの皆さんでトラさんになるためにです。どうぞ。突然だけど旅に出るぜ、イラの気持ちも分かってくれ。小さなカバンに爪研ぎと持てるだけのドライフルーツ、初めて顔出す集会で芝又本当に今年最後のグッドテン、あっという間でしたね。ね、来年も皆さんがゆるーくなれるようなコーナー作り頑張りますよ。ぜひ本気のリクエストお待ちしています。うん、ぜひメッセージください。はい、それでは記念撮影ですよ。はい、チーズ。メリークリスマスチキン、さよなら。メリチキン、メリチキン。あ、メイちゃん。ビッグタイムチューン、ビッグタイムチューン。さあ、今
今お聞きいただいているのはマーメイドブルーバードのブルーバードですね。ブルーバードでございます。ブルーバードですね。車じゃございません。そう、車のブルーバードってね、ありますよね。ありましたよね。あります。まだあります。ありますね。そうですね、もう懐かしいですね。もうかれこれ結成して、10年前ぐらいの曲じゃないかと思いますね。歴史がこの時じゃ、ね、オグさんはいらっしゃらなかった。いらっしゃらないですね。生まれてないとかそういうことはないですよね。それはちょっと際どいですね。際どいですが腹が立ちますね。さあ、というわけでですね、最後エンディングはね、ベースオグと、マヤさんと千春で3人でお送りしております。おります。おります。まあ、近々のライブの告知なんぞございますでしょうか。はい、12月はですね、はい、あの東京でやるライブが少ないので、はいはい、一つだけ、はい、12月12日銀座の月夜の子猫で、7時半から3回ステージあるんですけれども、はいはいはい、ぜひよかったら皆さん足をお運びください。はい、ぜひ行ってください。皆さんワンツーワンツーの日ですね。ワンツーワンツーの日ですね。ワンツーワンツー、ワンツーワンツーですよ。そうですね。さあ、マーメイドブルーバードさんは、ありがとうございます。12月22日東京クラブ本店ですね。はい、マーブル全員だと最後ですね。今年最後ですか。そうですね、ちまちまあったりはしてますけどね。もうちょっとライブしたいですね。そうですよね、うん、本当に、まあ、なんせね、あの人数が揃う、はい、なかなかね、そうです、大変なんですけどね、はいはい、あ、オグはちなみにライブ告知ありますか。12月ですよ。私ですか。はい、なんか代表的な、代表して、はい、どこ行ったらオグに会えるの。どこ行ったら会えますかね。いや、特には、特には、はい。はい、そうですか。じゃあ確か、ないですね。あ、本当ですか、はい。あの、まあ、じゃあ小倉さとしくんのブログなんかを覗いてもらえればいいですかね。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、千春さん、はいはい、もう今年も、うん、今回の放送で最後ですけれども、本当にお世話になりました。ありがとうございました。手探りから始めてね。ねえ、もうやっと8回目で慣れてきましたね。ドキドキがあまりなくなってきてね。本当に本当楽しくやらせていただいています。本当ですね、はい、まだきっと聞いてる人はまだまだだよって思ってると思うし、これでもね、精一杯ね、成長したと思ってるんですけどね。成長しました。しましたかね、はい、来年はもっともっとパワーアップしてね、お届けしたいですよ ね。本当ですね、うん、今日初めて、はい、あのグッド10ではシロさんとみやちゃんが、はい、対面してやるという。そうなんですよ。なんかね、シロさんがね、うん、普段はそんなに目を見開いていないのに、喋るときにパッて目を見開くから、もうそれがツボに入っちゃって。ツボ。いやいや、何度も。あ、シローさんがね。シローさんがね。シローさんが、シローさんパッてなんか、シローさんの動向がね、ちょっと獲物を見つけた感じで開いちゃったんですね。狙ってました、はい、ね、楽しかったですね、本当にね。やっぱりみんなでやるとすごい楽しいですね。流れが違いますよ ね、うん、もうね、ちょっと12月ね、また収録がありますが、はい、ね、はい、ちょっと忙しい中もぜひご協力をいただけたらと思います、うん、はい、ということで、まあ、FM 葛飾の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。もちろんお客様、本当にありがとうございます。リスナーの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ビッグタイムシリーズのスタッフの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしていつも本間さん、ありがとうございます。本間さん、今日ご欠席で、来年はまたね、みんなでお届けしたいと思います。はい、はい、というわけで、陰で忍び、いつもね、お疲れ様でした。忍び、ありがとうございます。ちらっとこっち見てる。一番の功労者ですよ。ね、本当です。一番ね、ラジオ聞いてるかと思いますね。そうですね。誰よりもね。本当ですね。あっという間にやってきましたが、はい、もうエンディングです。皆さん、本当にお付き合いくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、今月のエンディングは竹本孝之、祈りを聞いてお別れです。ビッグタイムチューン、マーブル千春と古見真也のいやしゃーい、いやしゃーい。次回放送は1月6日2時にまたお会いしましょう。お会いしましょう。お会いしましょう。はい、今週のお相手はマーブル千春と古見真也と、そしてオグがお送りしました。そう、せーの、バイバイ。
この番組はネクストジェネレーション、高まることを今音楽で伝えたい、ビッグタイムシリーズでお送りしました。白く透き通る水のように、あの日笑顔が消えた君は、見えない明日に怯えている。君に降り積もる雪は冷たいけど、信じることを諦めないで、たとえどんなに辛い夜を